青空の下、よく整えられた庭で、人々が散歩する様子。印象派の画家、ピサロが1900年に描いた、テュイルリー宮庭園、午後の陽光。パリのアパートから見下ろす、17世紀に整えられた、庭園の景色。画家は、手前の木を大きく、向こうの木を小さく表し、緑の植え込みを、右下から、左の上へと向かわせ、画面の奥へと続く、空間の展開を強調しています。遠景には、建設中のオルセー駅、塔が見える、サントクロチルド聖堂、ドームをいただく、アンバリッドという、19世紀のパリを代表する建物。その手前に見える庭園は、パリのブルジョワジーと労働者のお気に入りの場所でした。このように本作は、広い空間に多くの19世紀のパリを象徴するモチーフを収めた内容豊かな画面が特徴となっています。